絵の感じが手打ちじゃないかなって感じがしますね。この辺とかかなり手打ちだとしたら綺麗に作ってるんですけども、この辺とかね結構ぐちゃぐちゃになるやつが多いんですよ。この曲面あるいはこのリボのですね打ち出しのところにシワシワができるとかですね、普通そうなんですが手打ちだと、この辺とかも手打ちだとするとすごい綺麗ですよね。手打ちかな、鋳型に入れて作った感じではないんですけども、手で作ってるとしたらまあでもそんなもんなんかな。ここもシワシワとかあるし、うん、手で作ってるとしたらかなり綺麗に絵を作ってはるなという気はします。ちなみにこれが量産の絵ね。ここのへこみ具合とか、指を入れた時に親指がこないはまるわけですね。だからここはこうなってくれてると嬉しいんですけども、量産のはね割とここの角度がきつくてここのエッジが当たっちゃうみたいな感じ。量産悪いわけではないんですけどね、この手打ちのね手作りの総皮作りですよね、いわゆるの、ハンドルは一本一本メーカーさんによって形が違うんで、作り手がまあ打ち出してですね肩に入れて打ち出すんですけれども、一本一本形を細かい造形を作っていくんでですね、個性が出てきてて面白いんですが、こっち量産はねまあ大体みんな同じ感じになっちゃいますね。それではちょっと分解してみます。ちょっと目が読めない、読めるかな、読めると嬉しいんだけども、あ、ショーザブローだこれ。へえ。ショーザブローのだから古いやつですね、手打ち時代のショーザブローってことかな。今のショーザブローこんなんじゃないんで全然違うんで、あーだから正三郎のこのネジも今の正三郎のネジと違いますね。へえ、古い正三郎でした。手打ちの正三郎です。ネジ外します。わっしゃー、1枚1枚1枚。お、スプリング入ってるのかなこれ。あ、入ってるわ。へえ、ちゃんとスプリングが入っていました。この頭の形は今の現代のものとは違うんですけども、ちゃんとスプリングワッシャーは入っていました。正三郎だ。おお、スプリングワッシャーとかいうものじゃなくてもう完全にスプリングですねこれは。へえ、今よりもスプリングがしっかりしてました。バフ掛け、ネジもバフ掛け。Black and white. ざっとこんな感じになりました。反りを見ます。狂ってるかどうかわかんないんですけども、こっちの4本指の方がですねちょっとカックンカックンしてますね。
うん、難しい。それを打つのは難しいです。ちょっと一応念のために、念のためにじゃないんですかね、最初に試し切りせんかったんでやっておきます。全然ダメだ。これだけ切れないと、これまあ歯が摩耗してるからだと思うんですけれども、反りがどうこうっていうのは分かんないです。一回研いでみないと反りが状態がいいかどうか分からないです。おお、これ内側にスプリングが埋め込まれる構造になってますね。へえ、ここが掘り溝があるんだ、ここに。へえ、ギミックが面白い。もうスプリングが効く範囲ってこの程度ですもんね。こっち側にそっくり返っちゃってて、この破線ができたらこういう風に曲がっててほしいんですが、無理にこのカーブをですね、ここのカーブをすごいいろいろ言う人もいるんですけれどもですね、ここを無理に、こっち側に反らせようとするとですね、刃が減っちゃってですね、先が合わなくなっちゃうんですよね。まあ、ベルヌーイカーブとかもそうなんですけれども、大きくカーブしてるとですね、先の方のパワーがカーブしてないものと比べると3倍ぐらいになるとか言うんですけれども、そもそもハサミでそんなパワーのいるものを切らないんでですね、文房具のコピー用紙とか切るのにですね、先がこう、まあ、パワーがないとこの先を合わせた時にこいつがグリッとこう逃げちゃうわけですよね。そういう風になるかというとですね、そういう風になるようなものを切る機会がですね、あんまないと思うんでですね、まあ無理方この破線をのカーブを作るというふうな変形のさせ方はですね、しません。それよりももっと重要なことがある。この裏の点々点ってなってるサビがですね、この本当にわずかなサビが時として破線のところに出てきてるやつが問題になって、薄い布だと切れなくなることがあります。のわずかな苦笑のサビで、サビの点で切れなくなることがある。はい、じゃあコバ研いでいきます。コバね、むっちゃでかい角度。今研いだ角度でもこっちが峰側でですね、こっち側しか当たってなくて、 刃側がまだ当たってないんでですね、刃側にまだ錆びついてるんですよ。ということはこんな角度でもそれよりもさらに大きい、まあ、こっちの角度で研いでいきますわ。いつもはねこれぐらいかな。角度でかいです。まあ角度がでかくても切れるってことですけども、90度以下であれば切れます。でこの幅が、破線のところの幅むっちゃ狭いですね、これ。これ合わせかな、合わせだろうな。
もしかして磨いたらこの辺に端境線出てくるかもしれないですね。柔らかいとして磨いたら、まあ、バフ掛けしたんであんまわからないですけど、この間に合わせの境目があるとしたら極薄すぎますよ。はい、1本目研ぎ終了。はい、2本目いきます。線際の点錆がきつい。こんな感じで点は残ってるんですけども、ミクロの欠けは残ってるんですけれども、多分大丈夫じゃないかなと。まあこれも言ったら欠けを残してるんですけれども、ハサミの場合の欠けを残すっていうのは本当にこういう次元の問題です。こんなルーペで見ながら本当に裸眼で見えない欠けを残すか残さないかっていう世界。他の刃物とはちょっとこの辺の細かさ、刃線際の部分の細かさだけはちょっと比べ物にならんです。はい、じゃあ組み立てていきましょう。はい、それでは恐怖の試し切りです。恐怖の試し切り、切れてくれよ。残る。こういう細かい切れ残りが結局さっきの点のつぶつぶのところだと思う。これなら切れるはず。割と普通の厚みの布です。ほら、きれいに切れる。薄めのパンストです。ちょっと残るな、やっぱり。黒いパンスト。お、これ切れた。ちょっと残るな。こっち側やと思うね。こっち側に残ってる刃線際の点々がちょっと悪さしてると思うねん。一回だけ取り直します。もう一度挑戦です。
おお、それでもかかんのか。はい、ちょっと完璧屋というところの二歩手前ですけれども、まあ、立ちばさみとしてはほとんどの要塞ではある程度通用するでしょうというレベルまで治りました。裏が錆び取ったのがやっぱりね厳しかったんですけどね、まあ、立ちばさみですよって言えるような状態にはなりましたんで、これぐらいで勘弁しておいてください。これ以上ちょっとこの裏をね深く削りすぎるのが怖い。形が変わるのがむっちゃ薄いんですよこれが。総皮作りとしてはすっごい綺麗にできてる。マジかっていう装備作りっぽいんですけどね、この辺とかも。でもこれを打ち出しで作ってるっていうのは相当の技術、まあジグというかこのこれをピタッとセットするような台をしっかり作ってるっていうことだとは思うんですけどね。ということで古い庄三郎の立ちばさみ修理でした。おしまい。